非常に注目されたこのレースですが、レースの前の心境というのはどんなものだったんでしょうか。もう悔いの残らないように、北さんトラックの走りをさせることだけを考えています。スタート、好スタートから思い描いたようなレース展開そういう感じましたが、振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、スタートである程度レースは決めようかなと思ってたんですけど、迷いなく先手取りに行きました。最後の直線、満を持してムチを入れました。どんな思いでムチを入れていたんでしょうか。でも頑張ってくれてそれしかなかったです。フィニッシュライン過ぎた時どんな気持ちでしたか。ほっとしました。さまざまな思い出が皆さんからあると思います。どんな言葉をゴールの後かけたんでしょうか。ありがとうとご苦労様と声をかけました。さまざまな思い出を振り返ることですね。この馬と一緒に過ごしたこの時間というのはどんな時間だったでしょうか。本当にこのような名馬に巡り合えて、僕自身も本当に光栄でしたし、騎手として、すごく幸せな時間を過ごせました。まあ、なんとか今日最後、ファンの期待にも応えたいという気持ちが強かったので、どうせに勝ち上がったんです。今日はですね、9万人を超えるファンの皆さんが北さんブランクの走りを見に行ってまいりました。で、2017年振り返ってみて、ファンに最後一言お願いします。そうですね、今年1年間北さんトラックを共に応援していただき本当にありがとうございました。本当に皆さんの声援が力になりました。ありがとうございました。